それではお待たせいたしました。改めてご紹介させていただきたいと思います。最初の発表は ESD オープンカフェ三木、発表者の方々は、岡山市立東公民館赤レンガクラブの皆さんです。それでは発表をどうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。私は東公民館赤レンガクラブ松本でございます。よろしくお願いします。東公民館の職員の大森と申します。よろしくお願いいたします。それではただいまから ESD オープンカフェ三木の事業内容につきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。お手元に皆さん方資料がございますので、端折った説明になるかと思いますが、ご容赦いただきたいと思います。それではまず最初に大森さんより東公民館のご紹介をお願いいたします。はい、活動拠点である東公民館は昭和53年に開館し、来年40周年を迎えます。場所は岡山市中区で郵送学校を担当しています。国道250号線が通っていて、岡山駅から車で20分と交通の便もよく、商業施設も多く、自然にも恵まれている地域です。それでは赤レンガクラブにつきまして、少々ご説明をさせていただきたいと思います。赤レンガクラブは東公民館周辺に暮らしております定年退職者を中心といたしまして、平成19年に発足いたしました。主たる目的は公民館活動を通して地域の皆さんと交流し、そして社会貢献するということです。現在会員は男性9名、女性5名、計14名でございます。年齢は65歳から80歳まで、同人パワーで頑張っております。運営につきましては、月1回定例会を開きまして、事業、行事の協議、また実施報告をいたしております。私どものモットーは、できる時にできることを無理をしない、これをモットーに活動をいたしております。それでは、赤レンガクラブは東公民館のボランティアグループであります。従いまして、講座や事業のサポートを行っております。その中でも ESD 関係につきましては、本日ご紹介しております三木、その他に流送中学の生徒とご一緒になりまして、ふるさと特派員、この事業を援助いたしております。他に各種講座をお手伝いを申し上げているというような状況でございます。さあ、それではここで、少し私ども取り巻く環境につきまして、勉強してみたいと思います。急ピッチで進んでおります少子高齢化、人口減少、一極集中、核家族化、老老介護、その中でも特に独居老人並びに引きこもり老人の増加、これ等が大きな社会問題になっております。目を転じまして、私どもが暮らしております流送工区の現状を見ておりますと、今日の通りでございます。特に気になりますことは、一人暮らしの高齢者数世帯が1379、全世帯の 8.5% ということであります。そこで赤レンガクラブのメンバーは、私たちは何をすればいいかということで、いろいろと検討を重ねましたが、結論は、地域の皆さん方にみんなが明るくって、楽しめる憩いの場を作ろうじゃないかということでございます。それで
平成23年5月、事業は開始をいたしました。こちらの方に書いてます通り、三木とは毎月第3木曜日に開催いたしておりますので三木と名付けております。13時30分から15時まで、お楽しみタイムは14時からということになっております。コーヒーは100円、おかわり自由ということになります。こちらに書いてます通り、環境面では名水百選、お町の冷泉水、フェアトレードのコーヒー、マイカップ、自然に優しい取り組みを行っております。内容の質についても向上させてきました。赤レンガクラブのメンバーの皆さんの自宅にあるお花を飾ったりですとか、手作りの木工作品を飾るなどして温かみのあるカフェを目指しております。また学習の要素として毎年周年行事を開催しておりまして、東日本大震災からの移住者の方のお話ですとか、他の公民館での地域支え合いの話ですとかを聞きました。お客様のお声もいろいろあるんですけれども、非常に温かみのあるカフェで、地域の方々とのつながりを感じられるカフェであるということをいただいております。今年5月までに4000人以上の方が参加されて、通算で70回開催することができました。毎年入場者数も増えています。それではここで、三木の地、波及効果を見てみましょう。東公民館では、地域のキーステーションとして大いに利用され、来館者数が増加をいたしております。赤レンガクラブの会員は各分野で活躍し、ボランティア活動にやりがいを感じております。出演者の皆さんはお客様との交流に感激し、ますますの演奏や選手に力が入っております。お客様は小森からの脱出、健康増進、ストレス解消などになるということで感謝されております。終わりにあたりまして、ESD オープンカフェ三木に参加することによって、外出の機会が増え、仲間づくりや生活のリズムができる。この憩いの場が心と体の健康づくりのお助けになり、高齢者の健康寿命の延伸につながる。さらに地域の諸団体と連携してみんなで支え合い、高齢者にとって安心安全な優しい街づくりにつながることを願っております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。東公民館赤レンガクラブの皆様の取り組みの発表でございました。それでは早速審査員の皆様、コメントや質問等ございましたら順番にお願いできますでしょうか。ありがとうございました。ご自分たちの地域の現状を据えられて何かやろうと取り組まれているという本当に敬意を表します。時間の関係で少し端折られたと思うんですけれども、2点お尋ねします。こちらの東公民館で その ESD オープンカフェの取り組みが他の公民館などにも影響を与えていらっしゃると思うんですが、その地域他地域への広がりについて教えてください。そしてもう1点は今後の展開なんですけれども、やはり ESD の取り組みというのはもっといろんな団体ですとかいろんな世代へ広がっていくということが意義がありますとあると思っておりますので、そのあたり の現在の状況とか今後の展望を教えてください。私一緒にやっております明石と申します。他の公民館への波及効果に関してですが、前年度ですね、高島公民館が新しく貨幣を
実施するってことで、三目貨幣の現状をご説明に参りました。それと先月ですね、公財公民館で出前三目をやらせていただいております。そういうことでですね、私どもも実は発足時に密とか、それから他の公民館ですでに先発のところがあったわけですけども、そこを参考にさせていただいて、発足したわけです。ですから今後もですね、他から要請あればですね、どんどん出張してご説明して貢献できればと思っております。2問目の質問ですが、東公民館と赤レンガクラブというボランティアが強いタッグを組んで今までやってまいりました。そしておかげさまで本当に地域に根付いた、そして岡山市でもとても有名なカフェになりました。今後はですね、3世代交流ということですでに始まっているんですが、小さい子やお母さんなども演奏に来ていただいたり、交流して、カフェのスペースを一緒に提供したりするようなこともしていきたいと思っておりますし、また東公民館を離れたところでもこういったことがノウハウを広げていって、流送学部だけでなくていろんな地域にこの、やり方というか良かった点を広めていって、ワクワクするようなドキドキするようなこういった感動とかそういったものをもっと広げていきたいなと思っております。産業新聞の影山論説委員のご質問にご回答いただきました。その他審査員の先生方、ご質問コメント等はよろしいでしょうか。はい、では、安倍会長お願いいたします。はい、公民館を中心として全部お買い物なしに技術の取り組みをされていることに感銘を受けました。ちょっと一点お伺いしたいんですけど、赤レンガクラブというのが平成19年に設立されたというご説明がありまして、それで三本組のカフェが始まったのが、この平成23年ですね、4年後ということなんですけど、この間のですね、取り組みといいますか活動の中にご説明いただければと思います。その間はですね、赤レンガクラブの活動としましては、公民館の補助事業、再事業のですね、お手伝い等のこちらが中心だったんですけども、他に青春18切符で赤レンガクラブの人たちと旅行するとかっていうレクリエーション的なこともやっておりました。その中で、他の公民館でカフェが、できているということで、参考にさせていただいて発足したわけです。そういう状況です。はい、その他審査員の先生方ご質問、コメントと、あ、では、梶谷先生お願いします。カサキの活動はありがとうございます。赤レンガクラブのメンバーの方というのは年々どのように変化をしておりますか。結構入会の方が多いのでしょうか。お答えいたします。スライドでも出しましたよ、67歳から80歳までということですが、メンバーは定義をしております。私たち高齢者にとってですね、ボランティア活動ができるという期間は極めて限られております。でその間に、介護であるとか、そういうようなことも発生してまいりますので、入れ替わりながらですね、私どもが誇れるところは、心がぶれずに公民館と一体となった活動ができると、このような点が私ども誇れる。そこで、先ほど出しましたように、あまり気張らないで、できる人ができることをやっていくと、これが長続きの秘訣かと、それを思って今後も活動していきたいと思っています。以上です。それではそろそろよろしいでしょうか。時間の方が参りましたので、
それでは、トップバッターとして活動をご報告いただきました東公民館赤レンガクラブの皆さんによります ESB オープン家庭三国の活動のご報告でございました。どうぞ拍手をお願いいたします。ありがとうございました。